いやー、参ったな。いやー、さっき俺6級の人に負けたのに、なんで初段と当たるんだよ。どうなってんだよ、マッチングよ。試験飛車いけそうな感じだったんやけどな。はあ、もう今日もまたこれ勝てねえのかな、全部。美濃囲いと全部勝てねえんだよな。困ったもんだわ。毎回迷うんだよな、これ。来ないですね。歩つくんだ。銀がモリモリ来んのかなと思いきや、これは銀取ると銀が5段目に来るから、ルール取っちゃいけなくて、角引いて、すでに困っている気が。どうすんだこれ。ここの歩が浮いてんだよな、銀が動くと。それが問題なんだよな。どうすんだ俺。桂跳ねる意味ねえか。どうすんだろうこれ。まあ今日上がって取って銀で取って角出て、でもなられるもんな。7分。微妙いよな。まあいいか、わかんねえ。おー、水道くん、角を一応こういく。角出るか。
どうなんだろう。いや、おかしいよな。まあ、慣れはしないのか、風か。じゃあ、風とく？ああ、でもそれは慣れんのか、今度。銀取りじゃないから。時間がな、いかんよ。まあ、この辺、こんなとこに歩がある時点でもう、なんか不利な感じなんだよ。そもそもね。なったらいいんでとんのかな。で、なって。なんだかね。この辺をね、もっとなんか勉強しとけやって話なんですけどね。次何するでもないしな、こっちとしては。もう取られそうなやつは。かわす手はある。ないか。どうか。なる。同金。さすがに。ふ？5分銀桂取られるもんな。桂飛車金と取られるもんな。角出る。こう取られるに決まってるしな。の銀、いやー、何かな、もう、あー、なるほどね。なるほど、なるほど。引くか。2枚。
外ではないわ。うん、そこか、そこか。いかにも不安定だなこの形。桂跳ね、ほんま逃げる。あ、浮いてんのか、これ。3分。いやー、ダメだろ、これ。なんかあるやろ、これ。あー、避ける？もう取っちゃう？いやー、でもその次にもいろいろ取られんだよな。するか、ふうか。いやーいやーですね、これは。いやー、全然飛車と角がもうダメだもの。こんなところに閉じ込められて、かわいそうに。まあもういいか。上がる？いや、飛車持ってんのが相手。スカスカやないか、ここは。あ、先に。そうっすね。そうっすね。2分。どないしまっかな。もう無理やり行くか。叩きの歩。無理やりになってんのかって話ですけど、金ぶち込んで、なんか相手の金とか与えたらこの辺がな。こっちの桂も跳ねたらよかったか。あ、行ったれ行ったれ。出るとかあるんかな。飛車やべえよな相手の。もぎ取って、なるほど。金打つ。あ、そうか、これ取れんのか。あれ、1分30秒。じゃあ銀出た。でもなんかな、大駒かな、ないから。いまいちな。金打つか。どうしようかな、これ。端行く？金か。
まあ放置でいいかとりあえず。これはどっちから行った方がいいんだ。角出るんか。なんかいろいろありそうだな。うまっ。ああ、防いだのか。1分。なるほど。じゃあ銀になるか。じりじりいきます。銀でもですか。銀打つ。必死じゃないか。30秒。取っとこ。出て。銀打つ。原銀。銀。20秒。そこか。10秒。え？これでいいのか。金って積みか。次いけるか。2秒で取るか上上がるかしかないぞ。あ、危ねえ。めっちゃこういう体勢で。ありがとうございました。